礼いたしました。キレトロコスワボーセブダスコント30年目の大ベテラン白久保の登場です。ツッ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 が入っています。喜んでくれてます皆さん。なぜか、はい今夜24時 TBS ね、S1 ですか。ぜひみんなで見ましょう。試合前インタビュー、超真剣に答えています。そうなんですか。何を超真剣に答えているのか気になりますね。多分真剣すぎてほぼカットかと思われます。そうなの。はい、アナウンサーさんは TBS アナウンサーの近藤佳子さんです。おお、そうですか。思い切って近藤佳子アナは来られてるんですかね。今見てますかね。試合後のパトロールも密着してくださいと伝えましたが仕方されました。そっちの方が楽しみですけどね。そっちの方が見たいな。やっぱりつば九郎は宇賀神さん派閥です。もうそう、そうなんです。そんなにいいの。なので、こんな近藤佳子アナウンサーは嫌だ。いきますか。近藤さん、聞いてくれてますか。見てますかね。はい。あ、いた。今映りましたね。アスリーでもフリーになろうと思っている。嫌ですね。はい。セントフォースから資料を取り寄せに。めっちゃ嫌だ。嫌だね。赤坂より汐留の局に入りたかった。行きますね。アナウンサーさん初いじり。森田さんの撤去より天達さんの撤去を信用している。困りますよ。ほんと天達さんの撤去を信用している。安住さんの足を引っ張ろうとしている。いや、ちょっと考えてんじゃないですか。はい。生放送で嫌なことがあるとどれかする。なんか隣の県から聞こえてきそうですけどね。はい、S1 の皆さん、加藤さん、ありがとうございます。7月負け越し、今日も昨日勝ったからね、はい、さあ、行こうかな。近藤加藤アナ